岩石落とし。締めに攻め、相手の逃げる隙をついて相手を背負い、頭越しに投げ落とします。背負い投げ、その2、相手の右肩を取る一本背負いです。背負い投げ、その3、相手の左肩を取る一本背負いです。肩車、その1、足元低く身を沈め、相手の下腹を引きつけ、右ももを内側から取り担ぎ上げて落とします。肩車、その2、左前隅に崩しつつ、その左外側から相手の肩、腰の力を封じます。肩車、その3、踏み出てくる左足の外側に回り、その足を逆に抱えて抜き上げます。キリス返し、左送り足払いを巧みに反らして体を沈め、片膝をつき相手の右かかとを引き払います。もろ手刈り、不意をついて相手の両ももを正面から抱え、抜き上げながら押し倒します。帯落とし、片手で相手の前帯をつかみ、一方の手で後ろももを前から抱き込みます。背負い投げ、その1、相手を背負い肩越しに大きく円を描いて倒します。背負い落とし、膝をついて真下に引き落とします。踏み落とし、俗に空気投げと呼ばれているこの技は三船十段の草案です。自分の足や腰を相手に触れないで倒す方法はないだろうかという着想から生まれました。右後ろ隅に崩しながら身を沈め、巧みにさばく両手の働きに相手はもんどり打って倒れます。その1、腰を沈めながら右足で相手の立ち直りを抑え、足元に引き落とします。体落とし、その2、相手の下がり鼻を捉えて足元に引き落とします。玉車、私たちは足元に物が落ちると本能的にハッとします。この心理を応用して三船十段は玉車を草案しました。体を相手の足元に捨て、右手で相手の膝を軽く押さえれば、頭上高く宙に回転いたします。引き落とし、右に開きながら相手を前隅に崩し、ハンドルを切るように手を働かせます。山嵐、相手の袖襟を取り、真ん前に崩しつつ引き落とします。